こうした方がいいですって。お前マジうぜえよ、後から入ってきたくせに。まあまあ。大変っすね、いざ働いてみると。まさか本当に入ってくれるとは。僕ここ好きでしたけど、まだ態度の悪い感じがやろうたくさんいますね。お前服出せえから帰れ。聞こえねえよ。まあねえ。あ、出した。丁寧に接客してんじゃねえよ。調子に乗るからフロア人だと思うなっつってんだろ。いやいや、絶対今のうちにその考え変えた方がいいですって。あ？ネットと携帯の普及によって情報の民主化は必ず起こるんで、お客さんがクラブを選ぶ世界が来ますよ。あ、意味わかんねえよ。店が客を選ぶんだよ。はぁ、てめえマジ生意気なんだよ。ごめん、俺から言っとくから。ちょ、こっち来て。謝る気なんて。正しいよ。え？いつまでもオラオラしてて店が持つわけがない。じゃあ、君は他よりも未来が見えすぎてるんだよ。普通の人は今に精一杯やから共感できないのさ。やってらんねえ。そんなこと言わないでくれよ。君はバイブスあるんだし。いつもバイブスバイブスうるさいっすよ。働いてる奴らが一番ないじゃないっすか。だから君を最後に入れて本当に良かったよ。え？俺は衝突を恐れてきて言われましたけど、その信念貫いてね。あ、ありがとうございます。え、最近立山さん休み多いっすね。か、聞いてねえのかよ、部下なのに。え？ガンだよ、あの人。え？余命宣告までされてたのにギリギリまで働いてたんだよ。そんなドラマじゃないんすから、まだ30代っすよ。え？バレちまったか。なんで初めから療養しなかったんすか。こんなとこよりあの賑わってる感じが本当に好きなんだよね。やめないでね。え？絶対この業界引っ張る人間になると確信してるからさ。頼むよ。わかんないっすよ。でも生きてるうちに君の作るクラブを見てみたかったな。立山さんが一番バイブスありましたよ。ありがとう。なんかどうぞ。バイブスあるね。え？いいよ、入って。